これは無謀なのだろうか。滝壺新聞。いけるであろう。ほら、アムルからだし。お、早くもなんか、深刻な、なんか、厳しそうな音楽が。成仏の皮！最強装備。まあ、今回、タコしかいないか、今のところ、亡霊。闇吉が、あ、効きそうだな。ゴーストタイプ。闇吉でもあんまり別に、死神的なキャラいないのかな、今回。あ、なんか、あっちからこっちを覗いてるチンチラが、いたが。なんじゃ、この複雑なマップは。なんか部屋にも関わらず、あっちから覗いてるやつが、部屋にも関わらずなんか一気に見えないんだな。チンタラ。ちょ、レベル1だから、チンタラといえど、油断はできんぞ。先制攻撃を取られないようにしていこう。今回は高飛び層も使うだろう、おそらく。このアイテムのなさでは。お、盾。揃うねー。いけんじゃないか、今回も。マイナス1だー！椎茸マイナス1。ちくしょう。敵に会いたいんだけど。レベルアップしたいから。よっしゃー。殴らー！やばい、殴ら強い。ナイスアイテム。識別。識別ねえ、押せえよ。星型の壺に識別振ってもいいかもしんないな。よし。ちょっと、変化。前作ではね、あんまり壺には識別は振らない。あれ？どこだ、ここ。どこにあんの？階段。階段が見つけられてない。当然階段見つけたもんだろうと思って探索してたわ。どこだ？こっちか。あれ？やばい！早くも第一階層目から迷った。下か。あそこ空いてるな。ち、微妙に見えてなかった。それぐらい見せてくれ。滝壺神武。今俺はアイテムが極限に少ないからな。しかも川の盾で呪われたって相当やばい状況なのでは。一つ目殺し。なかなかの。今回一つ目モンスター誰いたかな？厄介な一つ目いたっけ？成仏の釜が基本5だよな。一つ目殺しは？え、強っ！装備すべきでは？プラ1しかも、10。刀とほぼ同じじゃん。腕輪だ、ついに！来たぞ、腕輪が。正直、そのままつけんの怖いけど、装備しちゃう。なんか、起きてる？なんか満腹度が下がらないみたいな。そういうのある？ 76 だったけど。満腹度下がんないんだけど？満腹度下がるわ。でもこれってあんまり敵と戦ってる時に装備してると割れちゃうんでしょ？どうなんでしょうか。経験値が一歩ごとに上がるとかでもないし。遠投かな。なんか投げてみるか。ちょ、わかんねえ。これ壁なんじゃないの？遠投っぽいな。わかんねえけど。いで！ちょっと、外しとこう。おそらく遠投だ。名前つけとこう。遠投。本作も遠投はあるのか。さて、アイテムを見たいところだが、なさそうだな、もう。行くか。いやー、またやっちゃった。いやー、またやっちゃった。くそ、まだ慣れないんだよな。Eボタンでちゃんと一回押してからっていう。塩いやん。おいや !3 ポイント。盾が、良い鬼よけ水。結構、道も先まで見えるね、今作は。そういえば。
全然気にしてなかったけど、そういえば先まで見えるな。じゃ歩いた方がいいのじゃないか。お、シオイアンがいる。あ、曲がってきた。曲がるんだ。なぜ曲がる。うわぁ、壺か。あぶね。壺割れるわ。保存。良い土。良い土はいいんだが。変化になんか入れたいところでもあるが。あ、長巻きが投げちゃったからな。一つ目のモンスターとか、ゴースト系モンスターが出てこないな。あ、別に。やっぱ曲がってくるな。あー、力が。ベロベロ。やっぱりそれ系か。ピコタンは何なんだろう。罠を壊すって言ってたけど。わーい。大丈夫です。問題なし。長巻き。よし、これは変化に入れていこう。さ、見る。おにぎり。やばい、握り変化がいる。一発で倒せそうな気がしない。どうしよう。一つ目じゃないよな、こいつ。裏！やめろ！よし。こいつを、起こして、転ばされないように壁際まで行こう。今回もそういう対策でいいんだろうか、転ばし系モンスターには。ほら！ギャー！一回起こして後ろに下がらないとダメだな。強いやんは力が下がりそうだから、相手にしなくていいときは相手にしないでいこう。だやばい、そこに水滴丸が、水滴ポットンが、まあいっか。水滴ポットンの上でボフンってやったら消えるみたいなのないかな。よし、大丈夫。うわ、危なかった。結構危ないタイミングで踏むとこだった。ふぅ。ちょっと、おびき寄せて罠を壊してもらうみたいにできないのかな。さあ、おぉ謎。ふふ。ほい。ほい。よし、一発でやれる。あ！怖いから一発やってくれ。復活！これよ。効きいいね。いや、盾がな。本作では盾そんな重要じゃないかもしれないけどね。どうだろう。前作は相当重要だったからな。あのピコタン、壊さなかったんだ。罠を壊しに行くわけではないんだな。隣にあったら壊すかも、みたいなことなのかな。うわ、嫌なとこにあるな。いい答えいないかな。良い砂鉄。良いですね。あ、しまった。握り見習い怖いな。どういう能力があるのかわかんないけど。大丈夫だろ。まあまあまあ、襲ってこなければ。周りに敵がいなければ。持続時間も大したことないし。大した罠ではない。ついてきまる。さ、結構攻撃力あんだよな、こいつ。死んだのか、どうなのかはよくわかんないんだけど。経験値入ってるってことは倒せてるのだろう。ひずめ岩壁。ちょっと不安だなぁ、現状。現状不安だなぁ、この盾。ちょっとあんまり、雰囲気変わったから、ダッシュ戦闘効果。100発100中の腕はめっちゃいいじゃん。完璧じゃん。装備しようぜ。これは割れちゃっても、攻撃し、なんだろう、敵と戦いながらじゃないと使えないものだから。装備しててもいいだろう。うわ、困るな。困るね。困るね。あんまり当てるな。薬草もそんなないんだって。いや、腕はめっちゃある。マジ塩。マジ塩とは。
使用異炎などのベロベロ攻撃を受け付けなくなる。いいことだが、別に今いないから困ってない。なんかいる。めっちゃ坊や出るようになったな。坊やが結構強いんだけど、俺の印象とは違う。矢がないからきついな。さ、よし。なんか一発で死ぬ時もあんだな。どういう基準なんだかわからんが。よし、矢を手に入れたぞ。この一本の矢がいい方向に働いてほしい。変化に、まあ、こっち入れちゃっていいか。力の草か。どっけしないんだよな。さあ、腕輪もどうするか。なんか微妙なラインナップですね。マジ塩やんなくても一発で倒せるもんな。塩やん。別にって感じはある。正直。いやあ、鉄の矢。じゃあ一本の木の矢は変化ですね。どれ？妖刀かまいたちか。今回どれぐらいの実力なのかわかんないからな。まあ、自信をも装備しとく？呪われてたらあれだけど。どう？遠投も装備したいからな、でも。矢が手に入った以上、遠投も結構、役に立ちそうだからな。普段腕はつけないべきなのかな？そこら辺もわかんないや。壊れるギミックが初めてだから、俺。誰ですか？こいつ一発だから倒そうぜ。じゃあ。よく眠りが済むな、ほんと。このシリーズ始まってからもう何回踏んだよ。7回ぐらい踏んでないか。さあ、ところで。力の草を、何らかの方法で回復できればいいのだが、おにぎりは入れておこう。ちょっと、食糧難になりかけてるから、イカズチがあるのも忘れんとこうな。囲まれたらイカズチだ。よし。緊張感あるぜ、今回は。さすがに、上級ともなると。まだすごい強い敵出てきてないけどね。別に。レベル7で6回だから、まあ、ちょうどいいんじゃないか。イカズチ。ありゃ！お祓いだ。お祓いは、お、読んじゃおうか。読んじゃうとまずいかな。なんか呪ってくる敵がいるかもしんないし、呪いの罠とかあるかもしれんから、やめとこう。さ。そうそう。ギター法は一応使えるらしいから、俺が勝手に。あまりにもそのギタンが少なかったから、ギタン砲のダメージ量じゃねえなって勝手に思っちゃっただけだった。ギタン砲は今回も健在らしいぞ。丸い壺って何なんだろう。なんか入れてみるか。入れるもんがねえな。困った。まずは保存に。保存に高飛び巣を入れておいて。丸い壺なんだろうな。あ、取っておくだけ取っておくか。押す壺とかじゃないの。そういえば。入れるなんだね。トドだ。前は一発で倒せたが、今回はどうだろう。ちょっと不安だから、やっぱり。待って、遠投が結局。合ってるね。遠投ですね。イカ土の巻物。遠投外す。イカ土がめっちゃ出るけど。力の草飲んじゃう？丸い壺になんか入れたいな。イカ土そんないらないでしょ。なんて思ってんだけど。これはないか。ちょっと、
ちょっとゴタゴタしてごめんよ。置いて入れてみよう。何の壺があるかわからんからな。え、識別っぽいな。多分識別。識別。マジ塩入れてみていい？使わない操作から。見る。あれ？識別じゃない。なんだ？じゃあなんだ？全くわからん。黄色いから未識別ってことだもんな、多分。中に入れたら白くなると思ったのに。裏。ち、めんどくせえ。おびき寄せなきゃいけないのめんどくさいからそのまま切っちゃったよ。まあいいや、近なくて。腹減ってきた、あったー。さすがにそろそろ腹減ってきたか。いけるか。いけなかったー。鬼よけ水が。これは回収しなくては。ここら辺で待ってりゃ来るんじゃねえか。おい、お前、ここに来んな。帰ってくるのを待とう。おい。おいおい、困るな。次々と。めんどくさいことになってきた。お前だろ。よし。行け。よし、もういいや。先へ進もう。え、しまった。そんなような状況に。これは円筒の使い勝手が、使い心地。あれ？なぜそっちに行く？一人にしか当たんなかった。保存の壺だ。ありがてえ。よし。円筒アタック。あー！そっか、そういうことあるんだった。重ならなければ大丈夫だと思ったのに。めんどくせえ。あの野郎。あいつだな。この野郎。あ、坊やにも当たった。保存を保存はちょっと今必要ですからね。力と音切りと雷がめっちゃいっぱいあるな。で、これを持ってかないというアホなことを前はしたからしないようにして。腹ペコになっちゃったな。でもまあまだ大丈夫だろう。ここで矢使うのももったいない気はするが。まあいいや、使おう。また罠ができちまったよ。あれ？百発百中じゃないの？よくわからんな。ちょっと外しとこう。変化。変化チャンス。まあいいや、後に回そう。とりあえず先に行こう。次の階層に行くのはちょっと怖いから、百発百中使ってこの状態で行こう。強い敵がいきなり隣接してると怖いからねって言おうと思ったら